峰入り Let them on Friday じゃないですよ。いや、ビッグダディでも、ビッグダディでも終わってません。こんばんは、たかっちです。お久しぶりです。さあ、今回はですね、大分学研究会の魅力体験ツアーです。まあね、大分のことをですね、まあ、いろんな方向から、まあね、学習したり、そして魅力を堪能したり、そして情報発信するですね、大分学研究会、もう私もかれこれもう5、6年所属しておりますが、今回はですね、よく大変ですが、場所は国東半島ですね。テーマは国東半島六王満山1300年祭ですね。国東半島というのは、まあ、神仏集合の六王満山という、まあ、独特の文化なんですね。まあ、宇佐神宮の神社、いわゆる神の部分と、そして、まあ、ちょうど718年にですね、仁門菩薩という、まあ、お坊さんが、まあ、国東半島にですね、たくさんのお寺を作った、まあ、仏の部分ですね、まあ、それが独自の文化ですね、神仏師になって六王満山というんですが、ちょうど今年が1300年ですね、なります。まあ、それに合わせて、まあ、国東半島の六王満山、いろんなイベント、特別な秘宝、秘仏ですね、めったに見られないようなのが見られるなどですね、たくさんのイベントがございます。ね、まあ、後ほど紹介しますけど、例えばこの御朱印ですね、鬼の御朱印ということで、まあ、国東半島鬼が有名なんですね。ですね、それに関する特別なシーンがあったりとか、で、まあ、今回は、まあ、6つぐらいですね、肘町、文豪高田市、そして国東市の、まあ、寺院、まあ、私実は一度も行ったことない、ね、お寺にですね、たくさんお参りさせていただきました。一体ね、どのようなですね、まあ、国東半島には文化があって、ね、どのような、まあ、信仰があるのか、まあ、皆さんにですご紹介、ちょっとでもね、ご紹介、まあ、なんか参考というかね、共有できればと思いますので、どうかよろしくお願いします。ちょっとね、声が調子悪いですし、ホテルなんで、ちょっと、あまり大声張れませんけども、どうかこの回ですね、よろしくお願いします。それでは一緒にお参りしましょう。さあ、ということで、最初の目的地は肘町、国東半島の入り口、赤松峠にある願成就師さんというところですね。で、その国東半島六王満山を開いた、仁門さんが最後にこう願いを叶ったとして作ったお寺でございます。さあ、秘仏があるんでしょうか。やっぱり仁門さんが最後にこう作ったって言うんですけど、もう息が切れますね、ちょっと。ただですよ、私今日喉が悪いんで。さあ、皆さん登っております。もう早速しょっぱなからもう皆さんの願いが叶ったようなそんな感じで、ここに登りきるっていう願いがまず。私はもう先ほどここコンビニでお寺へ来たんで、もうそれで満足でございます。注文通って、今度本堂等に渡っていきます。で、あとですね、今実は、途中の山門のところの途中のところに国東島がありました。で、国東島は基本的には国東半島を中心としている島なんですよね、石島なんです。で、それが、まあ、国東半島の付け根の肘町のところにあるっていうところが、これもまた面白いところ で、先ほど言ったんですけども、まあ、仁門菩薩は国東半島を中心に六王満山のお寺と寺院を作っていきます。で、ここは最後の土地なので、要はそこの最後、国東半島のところの六王満山の中の最後のところにも国東の関係があるものがあっても、まあ、おかしくはないですよね。国東島があったところですね。だから、そういうところでも国東とのつながりがあるということとか、あとは国東半島の肘が、まあ、土のところに位置しているというので、もう、国東島がありますよっていう形になります。で、あと、まあ、ノブスとか重要ですね、これがどこにあるかというと、実はここの、中門の前ですね、グラグラグラとこう、おー、これもですね、まあ、見ていただきます。あ、こんにちは。
か言って。何ですか。目が合いましたけど。で、あれもですね、渡ることはできますね。ただ、行き着くまでに何箇所かの、ポイントがあるので、なかなか登り着くまで時間がかかります。で、あと、心にですね、やましいことを思って渡ると落ちると言われていますので、気をつけて渡っていただきたいですね。橋も含めた矢場の景観と、実はこっちの無動寺、この無動寺の六角形の奥も同じような矢場が形されています。で、この矢場を2つ合わせて、実はですね、平成28年の10月13日に国指定名勝として天神矢場および無動寺矢場というので名勝指定されました。それで、大分県では4つ目の名勝になります。で、ここのポイントは何かというとですね、先ほどのアーチ橋、無明橋からこっちの景が見えるのと、実は無動寺さんのところにも桁橋といって、板状の無明橋があります。そこから今度は天神寺矢場が見れるということで、お互いが眺望点、珍しいんです、そういうのが、それがありますよっていうところで、自然的な景観も含めて、岩峰と岩石とあと眺望点というのでちょっと見た上、すごいですね。このボールは、これはもうすごいですね。私よりかかっこいいですね。あの国指定の先ほどご紹介ありましたが、名所になったということで、やっぱこうね、信仰もさることながら景観もすごいということで、じゃあ今からちょっと武道寺さんお参りいたします。ということで、群馬高橋の武道寺さんということで、これやっぱ境内もしかり、上の岩ですね、山ここはですね、名勝に指定されたということで、馬鹿なお参りに参ります。の、おお、優しい。平成30年も間もなく終わろうとしております。ここは豊後高田市無動寺でございます。行く年来る年、今年は豊後高田市かなと。窓を作ったところで、ね、竹の水とかにしております。もうご希望のサイズとか形で作っていく
裏返しに使うんですね。ちょっと動画では伝えられませんので現地で見てください。ちょっとこれ急です。しかもちょっと体重がこう重いね。ミシミシ言うからですね。ミシシシミ。これ壊したらちょっと怒られますね。その登ったものは降りなきゃいけないところでゆっくりこう。なんか彦根城を思い出すような。こう。滑らさないように滑って転んで置いたけんとかならないんですね。さあ、ごつじ不動さん、これが旧銭湯おじさんです。これ長い坂を今から登るんですけど、なんかまるでちょっと峰入りするような感じで、さあ登ってきましょう。長い旅になりそうです。さあ中腹、今ちょっと中ほどに来ております。姫島を覗いてみますが、振り返ればこれちょっと結構怖いですね。これ峰入りな感じ。もう一頑張りいきます。頑張ります。この景色はやっぱ登ってても分かんないよ。さあ、いよいよ次の人、ありがとうございました。さあ振り返りましょう。せーの、はい、わお、まるで石槌さんに来たような登ったことないですけどね。お通夜といって一晩泊まってでお経を読んだりすると朝日がちょうど東の方から、ちょうど東が四国の佐田岬なんですけど、今日はちょっと天気良すぎて霞んで見えません。で、大体一番景色が見渡せるのが、前日雨が降って翌日風が少しあると綺麗に澄んで、中国地方山口県、それからこちらが四国の佐田岬が眺望できる非常にいい場所です。さあ、潜伏寺さん、地元の田原氏というですね、皇族さんがのが建てられたといいますけど、九州の総統院の
そうなんですけど、石段がお城並みに出てくる。よし、さあ、お邪魔します。こんにちは、お邪魔します。よろしくお願いしますね。はい、トリニータまだ引き分けてるみたいですけど、どうか勝てますかね、今日は。さあ、ということで立派なね、このですね、やっぱ本殿と、ここはですね、まあ、あの天台宗とか曹洞宗じゃなくて、ここは禅宗、禅の宗の僧だったそうですね。だから舘宏さんとかダライラマさんいっぱい来てましたね。ここやっぱ一度登ってみるとすごいですね。ちなみに今大分トリニータと熱意見神田さんは、引き分け、前半終わって引き分けだそうです。なんとか勝ってほしいです。頑張れトリニータ。まだ境内は広くございます。実は奥の院までずっとあるんですけど、文化の奥にございます。また改めてお参りいただくということで、いや、ご説明いただいてる姿、今ご来光が映っております。お直りくださいと。総輪丸、カンカン丸を思い出す今日の4月22日違うところでまたやってて、服装が28本あるんですけど、それにちなんで28巻が最初に作られたんですね。で、宇佐神の高いところが元山、これが8巻に作られて、お経とか学問を勉強するお坊さんたちが、そういう学問書、福祉とか巻き織とか、あの近辺が学問書だった。そしてその周りの山、大礼寺さんのところとか、芥川寺さんとか、そういう山の中に山岳修行のお寺が10回出てたんですね。それが中山といいます。で、私たちのお寺のような、この地域に近い、海岸に近いところは、文殊さんもそうですし、浄法寺さんもそうですね、末山といいますね。末山と申しまして、一般の皆さんに教えをこう広めていくところ、それが10回できたんですね。で、それにちなんでいろんなお寺がたくさん6万ができました。小さい頃はもう飛んでましたね。ごまを炊いたりした人もあるからかなり飛んでましたけど、現住職の時に乗り換えて今記念になっておりますので、そしてまたぜひ見ていただきたいのは、そこに大丈夫ですか。お堂の中に、焼けるときとか、お人のお面とかね、そういうのを、置いてあります。密教本とか掛け布とか、これまた後でもご紹介しますけど、ぜひご覧になっていただきたいと思います。ということで、一日ですね、たくさんの、お寺に参ることができました。今回は本当初めての、参るですね。寺院が多くて、本当でちょうどこの日はお接待の日でございまして、本当たくさんのおもてなしをいただきました。誠にありがとうございます。そしてですね、本当まあその国崎藩といろいろですね、こう
本山とかね、中山とか松山とかいろいろありますし、まあね、寺院は最初できた寺院から最後できた寺院までたくさんあります。仏様とかですね、そういう文化財というのはなかなかですね、こう撮影ができないのもございますので、ぜひこれはやはりもう現地でですね、お参りされることがいいと思います。ちなみにですね、本日は動画見てて気づいたでしょうか、私も今もやってますけども、このトミータのタオルマフラーを着して、今日お参りしました。というのは今日ですね、今日ね、4月22日は、アウェイでですね、トミータ金沢との試合、勝てば首位というところでなんと勝ちました。本当はね、最後90分アディショナルタイム3分試合終了間際、丸谷選手がですね、体調不良から復帰後に最後決めてくれましたね。これで応援団トリニータ首位です。ちょうどですね、神宮寺さんのですねところにいる中で、私ダゾーン見ながらちょっと応援してましたけども、まあ一つご利益があったのかなと思っておりますし、まあですね、これからまた本当国崎半島いろんなイベントございますね。宇佐国崎半島地域はまた世界農業遺産でもございますのでですね、こう溜池とですね、椎茸栽培というふうなこう生活にもですね注目されると面白いですし、さまざまなこの狩猟鬼とか峰入りとかさまざまな文化がございますのでね、ぜひご覧ください。まあ私は本当もともと豊肥地区の人間ですから、国崎半島の文化ってなかなか馴染みがないですし、興味があるところね、毎度この国崎半島行くたびに、勉強させていただいております。温泉郷を置いた文化圏でもあります、ね、今年は国民文化祭や、ね、障害者芸術文化祭もございます。ぜひ皆さん、大分にお越しください。以上、高っちでした。国崎半島1300年祭、これからまだまだ続きます。皆様に幸あれ。